こんにちは。毎月5万10万と副収入があったらありがたいですよね。私がですね、10月の下旬から始めたポイントサイトモッピーなんですけども、12月の下旬丸2ヶ月経ちました。で、今ですね、確定している報酬入金分が55,256円になります。いかがですかね。で、滞留しているポイントがまだまだいっぱいあるんですよ。後でお見せしますけども、23万ありますね。ということは、これからこの23万が一気にね、どん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 毎日のようにかわかんないですけども、ある一定の期間ごとにね、数万円ずつ確定の報酬になり、この5万5千円の確定金額が10万になり15万になりってことをね、やっていくんじゃないかなと思います。だからね、ポイントサイトって最初は未確定のポイントがたまるんですよ。で、それが2ヶ月ぐらい経っていろいろね、審査があってガチャッと確定に変わっていくということになります。これはだから自己アフィリエイトと同じ仕組みなんですけどね。ちょっと画面見ていただけますか。はい、これが私のアカウントですけども、55,256ポイントってあるでしょ。で、これが私の現在現金にできるポイントになってます。で、判定中ポイントっていうのが23,125ありますね。で、この間に、友達紹介、今月は12月は28日なんですけども、丸2ヶ月でですね、73人の方が私の動画を見て、よし、自分もやってみようっていうふうにモッピーに参加してくださいました。要するに私の後を追っかけて、この55,256ポイントないし23,125ポイントを作ってくださってる方ですね。私は今合計で30万弱のいわゆるマーケットを作ったわけなんですけども、73人の方も似たようなマーケットを作ることになります。私がね、やってきた案件っていうのはほとんど動画で紹介させてもらってますんで、ご自身でね、できそうなものをやっていけばいいと思います。あ、そうだ、このね、今左側にモッピーからのアンケートご協力くださいってあるじゃないですか。これ回答したら20ポイントもらえるんで、こういうのはね、私大好きなんですよ。ほら、簡単ですよね。アンケートに回答するって書いてますよね。10分ぐらいかかるそうなんですけども、まあこういうのね、私アンケート好きなんで、どんどん答えていこうと思います。で、アンケートのコーナーってのあって、毎日アンケートって更新されてるんで、ここでね、1ポイント、2ポイント、10ポイントって稼いでいくと、まあそれもね、まあ毎日やるとバカにならないものになりますし、以前もお話しましたけども、アンケートに答えたらポイントもなんだけども、Amazon ギフト券をプレゼントしますよというので、しかも何度もアンケート答えれるんでね、私もうそこで早速1万円もらいましたよ。だからそういうこともできるんで、夢ね、少ないポイントだからといって無視するんではなくて、これだったらできるかもみたいなのをまずはやっていくことだと思います。特に自分が初心者だと思うんだったら、初心者なりに草取りでも玉拾いでもなんかね、声出しでもやるっていう根性がいると思いますね。はい、1日ごとにね、毎日毎日1万2万で稼げる、それはね、プロのやることなんですよ。だからまだプロではない、始めたばかり初心者ですと、ネットで稼いだことがありませんって方は、まずは1円を稼ぎに行ってみてください。で、1円が稼げるようになったら10円を狙うと、10円ができるようになったら100円を狙うって感じで、日々前に進んでいけばいいんじゃないですか。で、いきなりね、何万円とか何千円とかっていうのじゃないとやりませんみたいな高をくくっていくと、いつまでたってもそれはうまくいかないですよ。まずは100円稼げる力量がない人は100円稼ぎに行く、1000円稼げる力量がない人は1000円を稼ぎに行く、その上で月収100万を稼げる人っていうのができてくるわけですよ。だからね、最初の積み上げの小さなね、塵も積もればの塵をね、バカにしちゃダメですよね。1円を稼げない人ってずっと1円すら稼げないですよ。まあ当たり前のことですけどね。じゃあ本日は以上です。まあモッピーのポイントサイトなんですけども、まだねアカウント作ってない方は動画概要欄に URL つけておきますので、そちらの方からご登録いただいて、モッピーとりあえずやってみてください。お金はかかりませんから。お金がかからずにお金が増えるということないでしょ。それでは